続いて第1部のセミナーに移りますセミナーでは観光危機管理施策の参考にしていただくため実務者向けに計画策定のポイントなどをまとめた観光危機管理計画観光危機対応マニュアル作成のたびきについて観光レジリエンス研究所代表高松様よりご講演いただきます高松様よろししくお願いいたします。 はい、再び登場いたしました、高松雅人です。今、マーガリットからのお話の中で、ね、オーストラリアは国境を再開するあの、開けるという計画が振られておりました。ぜひ、日本でも、ね、その日が遠くないことを祈るばかりでございます。また今のののマーガリットのお話の中で 聞き時のコミュニケーションの重要さというのがとても強調されてましたね、コミュニケーション、コミュニケートコミュニケーションって言ってましたね、このことにつきましては、このマニュアル以降、また第2部にありますパネルディスカッションの中でも、聞き時にどのようなコミュニケーション、情報収集、情報提供、情報発信がなされたのか、こういったことについても、あの議論を深めていきたいなというふうに思っています。 さてこれから1時間ほどは今司会からご案内もありましたようにえ観光危機管理計画や危機対応マニュアル作るだってどうやって作ったらいいの多くの皆様が感じてらっしゃることじゃないかなというふうに思いますこのたび観光庁ではこれを作るための手引きこれを準備をしましたスライドにありましたように昨年度は マニュアル作成,作成のための指針というのを作ったんですけれどもやはりこれだけポンと与えられたのではなかなかこう、えー、作るところまで行きにくいなというあの話がありましたそこで観光庁では、えー、もうすぐ、えー、中身詳細まで含めて発表されますけれども、えー、この観光管理計画作成の手引き というのを準備しましてこの指針をもとにしてどうやって作ったらいいのかというのを具体的に説明できるようにいたしましたそしてこの先ですけれども4月以降はこの手引きを使って自治体あるいは DMO あるいは事業者において勧告管理計画やマニュアルを作っていただきたいというふうに考えております で今日これから私が説明しますのはまだ皆さんのお手元にはこの手引きそのものは届いておりませんけれども少し前倒しをしましてどんなことが手引きに書か,かれているのかそこの中でどんなことをやっていったら最終的に危機管理計画が作れるのかこの考え方とかポイント留意点こういったものをご説明しようと思っております。